いいっすいいっす、水でいいっす、自分はメガネ取ったら見えません、何もということで、1曲目は、ユニコーンの与える男、2曲目は、クレイジーケンドバンドの、タイガー&ドラゴンをやりました。はい、3曲目は、ここからオリジナルになります。ナイロージさんオリジナルやらせていただきます。初めてじゃねーの。初めてです。ですね、7月、あ、違う、9月の、11日にライブをやったんですけど、あの府中の方でサウンドフェスティバルという、あの時にも1曲、この、今、次にはあのお酒はほどほどにという曲をやるんですけど、ね、まあ、その次の、ガムシャラブルスという曲は、向こうでやりましたね。だからまあ今回は、まあ、お酒はほどほどにはここで初めてなんですけど、いや、僕の歌ですね。僕のオリジナルになります。はい。ということで、まあ、お酒飲んでる感じなんで、まあ、この曲がぴったりなんじゃないでしょうか。はい。渋谷のストリート思い出すな。思い出しますね。やってますね。やってましたね。じゃあ、まあ、本当にほどほどにしてくださいね、ハヤトさん。やだー。じゃあ、行きますか。じゃあ、お酒はほどほどに。お酒はほどほどに飲めばいい魔法なのに、おお、ああ君の笑顔が視界から消えてく。お酒は一人で飲むもよし、みんなで飲むもよし、それぞれに楽しめばいいんじゃない。昭和の香りがする。酒が進んじゃうんだから。
すいません、ネタもう一本飲もうぜ、みんな熱燗ください死ねよ走ってよマッコリにしようかあ、もっこりがいいんだよな、ついたら外野人だから球場の外野おしゃれだおしゃれだ